はい、お疲れ様です。猫色チャンネルです。というわけでですね、今回ご紹介するのはこちらですね。私の動画で何回かご紹介してるんですけども、この中に入っているこのででんでん、こちらの巻き割り高値なんですけど、今日はこれを深掘りして皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、こちらのね、巻き割りタガネなんでございますけども、これね、ツイッターをやってる方であればご存知かもしれないんですけど、シンゴさんという方がね、自作されている巻き割りギアなんでございますけど、こちらナイフやナタがなくても、まあペグハンマーがあれば巻き割りができるっていう、とてもいいギアになります。そしてね、これ刃先がね、わかりますかね、刃先がね、研磨されているので、本当に巻き割りしやすいものになってます。そして、この持ち手のネジネジ、わかりますか皆さん。このネジネジがですね、あることで見た目もめちゃくちゃかっこいいし、そしてこれずれづらいっていうね、利点がございます。で、さらにね、この特徴としてはこの長さ。まあ、結構ね、巻き割りギアが結構今出てるんですけど、この長さがちょうどいい。まあ、後ほど実際にやってみるんですけど、長さがね、本当にちょうどいい、ギアになってます。そしてですね、焼き入れサービスですね。わかりますか？この焼き入れ具合。この光の輝き具合が、全然違うと思うんですよね。他のものと。これをやってくれる。そして、内入れサービスをね、してくれるっていうね、まあ、ツイッターのね、ユーザーの方であれば、まあ、ご存知かと思うんですけど、そのシンゴさんという方にね、注文するとこのようなギアが届くようになってます。そしてさらに今回ね、こちらのケース、まあ、これはちょっと別売りなんですけど、別のクリエイターさんが作ってるんですが、このタガネが、はい、こんな感じでね、はい、収納できる、タガネが収納できる、はい、ケースなんですけど、ツイッターアカウントね、ジンジャーさんという方が、すべてハンドメイドでやられているケースなんですけど、これハンプ素材でね、作られているそうなんですけど、まあ、先がね、刃先がちょっと鋭いので、この先っぽのこの部分だけ、ちょっと、頑丈な、丈夫な生地で、作っているっていうのが特徴な、ケースなんですけど、これをね、セットで私はちょっと使わせていただいております。はい。じゃあちょっとね、実際に、巻き割りの方をやってみたいと思います。はい、じゃあちょっと実際にやっていこうかと思うんですけど、今ねちょっと花ちゃんが遊びに来たんで、娘の花ちゃんと一緒にやっていきたいと思います。まずはこのね、ホームセンターでよく売っている針葉樹でやってみたいと思います。子供と一緒にチャレンジしてみます。はい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 、これ長さがあるので、ここの状態からこうやることで薪が割れます。おお、割れました、アナちゃん。頑張れ。これ割れてきた。割れてきた、割れてきた。いける。頑張れ、最後まで。ほら、ほら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 、見て、ハナ、頑張れ。まだダメだよ。おお、すごい、花割れましたね。うわ、すげえ。皆さん、この通りです。シンゴさんのタガネはすごいですね。ペグハンマーがあれば割れちゃいますね。割れてきたよ。はい、いけ。おお、花ちゃんできました。
っちにカメラにさ、できましたって。できました。はい、そしてね、こちらのジンジャーさんのケースなんですけど、まあ、もちろんね、こちらシンゴさんのタガネケースとしてはすごくいいんですけども、こういうギアがあるんですよね。こちらね、福前さんの内刀っていうペグがあるんですけど、これをごめんなさい、今ちょっと今ね、これ6本しかないのであれなんですけど、これをこうスタッキングしてもらって、はい、まあ、大体8本セットで言ってるんですけど、この状態でですね、ここにこのようにして入れると、はい、お分かりでしょうか。なんとですね、この神社さんが慎吾さんのタガネ用に作ったケースにしっかりと収まるっていうね、奇跡が起きております。ちなみにこれマックス10本まで入れることができました。はい、じゃあですね、ママさん、女性の方でもできるのかっていうことで、ママさんにちょっとやってもらいたいと思いますので、見てみましょう。お願いします、ママさん。行きます。はい、お願いします。それは針葉樹ですね。おお、割れてます割れてます。どうですかね。おお、いいですね。あ、全然大丈夫です。それでくべてもらえれば。はい、じゃあお願いします。女性の力でもこのような感じで、おお、割れますね。さあ、慎吾さんのタガネどうでしょうか。線に沿ってね、行きます。はい、お願いします。硬いよね。広葉樹はね、結構硬いから大変かもしれないんですけど、おー、綺麗に割れた。素晴らしい。こんな感じで女性でもね、しっかり割ることができましたね。ママさん、どうでしたか。イエーイ、イエーイ。楽しい。気持ちよく割れたんで楽しかったです。めっちゃ楽しいよね。ありがとうございます。はい、はい、というわけでですね、今回この今ツイッターでめちゃくちゃ話題になってる、初心者さんでも簡単に巻き割りができる慎吾さんの巻き割りギア、ご紹介しました。そしてこちらにぴったりのですね、収納ケース、こちらもツイッターで今ジンジャーさんという方が、制作依頼受けていらっしゃいますので、ご興味がある方、概要欄の方にね、慎吾さん、そしてジンジャーさんのツイッターアカウントの方を記載しておきますので、ぜひそちらの方から DM にてお問い合わせいただければなと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタン、ぜひぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最高です。慎吾さん、ジンジャーさん、最高です。